エイコースポー t ーをご覧の皆様どうも今日は分けあってお腹がパンパンだフットボールスタジアムのあらかっちですはい、えー、いろいろありましてということで今日はこちらはい遠くからともゴールドに輝くこちらのスパイクのご紹介になりますということでネメシスのこの 19.1FG のはい、ニュータイプということでこちらですねはい、えー、ネメシスの 1.1FG ということで ネーミングも変わってるんですが多少のアップデートがありますので今日はこちらのご紹介になります。はいということでまずこのカラーですねアトモスフェリックパックということで、まあ、あの他にも、えー、とプレディターとかも出てるんですけどホワイトを基調に、えー、ブラックと、えー、ゴールドとシルバーということでもう非常にもう鉄板カラーですね誰が見てもかっこいいと、えー、思うような。はい 濃いデザインとなっておりますでえー、とこちら19.1こちらが点1ということであのー、基本的なあのー、仕様は一緒ですね形だったり、えー、ラストだったりですねはいなんですがまあ唯一一番の違いとしては見えますかねこの表面があのー、凹凸このラインに沿ってですねいろんなところにはい 凹凸がでできているんで非常にあのボールの絡みが良くて相性が良くなってですねグリップ力が上がってるんじゃないでしょうか19.1はちょっと表面がねツルツルで、まあ、滑るまでいかないんですけどねちょっと絡み食い込みがちょっと少なかったかもしれないんですけど1.1のニューモデルは、はい、非常にボールを触るところこの辺もそうですね凹凸ができてボールがよく はい絡むんじゃないでしょうか。ということでまあ、触った感じ履いた感触もちょっと違うんじゃないのかなとあとはデザインですね内側に「ネメシス」と大きくプリントされてて今までは控えめになってたんですけどソールの形状なんかはまあ一緒ですねただデザインがかっこいいです離れててもゴールドが目立ちますねということで私も軽く履いてみたんですが。 まあでも履き心地は非常にいいですね FG なんですけどそんなに細さも感じずあのバンテージ効果ネメシスのですね特有のこの反発はすごい感じられますしはいこのソールの反発というか、まあ、プレートの安定感っていうのもすごいあるんですけどちっちゃいスタットですけどねし芝でしっかり、えー、噛んでくれそうなはいスパイクとなっておりますなのでぜひですね まあこのかっこいい新しいデザインをお早めにチェックしてみてください一応重さチェックです2 6ンチで2 1 0ムですねなかなか軽い方だと思いますの、ね、でぜひスピードあとドリブルプレーヤーに入っていただきたいですねはい今日は天一 FG 新しいスパイクのご紹介でした以上ですババイバイハハッピーハロイ